吉田沙織は、日本のレスリング指導者、スポーツ科学者。学位は健康スポーツ科学学士、健康スポーツ科学名誉修士。元中京女子大学副学長。女子レスリング個人で、世界大会16連覇、個人戦206連勝を記録し、霊長類最強女子の異名を持つ。2012年には13大会連続世界一で、ギネス世界記録認定。 国民栄誉賞受賞を成し遂げた。四十法賞受賞者。父親は、レスリング選手、指導者の吉田英勝。血液型は、O 型。2016年リオデジャネイロオリンピックでは、日本選手団首相を務めた。また、2016年9月には現役を続行しつつ、レスリング女子日本代表コーチに就任した。自宅で、 レスリング道場を開いていた父の指導で3歳でレスリングを始める。1998年、1999年の世界カデット選手権で優勝の後2000年、2001年の世界ジュニア選手権を2連覇する。2002年のジャパンクイーンズカップでは前年の世界王者山本聖子を破りアジア大会でも優勝。そのままの世界選手権。 全日本選手権でも優勝した。2003年も世界選手権、ワールドカップと立て続けに優勝。アテネオリンピックの代表選考試合となった、全日本選手権と2004年のジャパンクイーンズカップで、ライバル山本に連勝し、女子レスリング 55kg 級の代表に選出される。2004年のアテネオリンピックで金メダルを獲得。2007年5月、アジア選手権優勝。 9月の世界選手権でも優勝し、女子として史上初の5連覇を達成する。同年12月5日、テレビ朝日ビックスポーツ賞受賞。12月18日、JOC シンボルアスリートに選出される。12月20日、第57回、日本スポーツ賞のグランプリ受賞。12月22日、 北京オリンピックのレスリング女子 55kg 級の日本代表に正式決定した。2008年8月16日、北京オリンピックの 55kg 級に出場。予選、準決勝と勝ち上がり、決勝戦ではモトリーを試合開始から終始圧倒、第2ピリオドでホール勝ちし、2大会連続でオリンピックの金メダリストとなった。表彰式後のテレビインタビューで、吉田は、 4年後のロンドンも勝ちたいと、早くもオリンピック3連覇を目指すことを明らかにした。2011年9月の世界選手権で、アレクサンドル・カレリンの最多連覇回数記録と並ぶ、大会級連覇を達成した。2012年6月、JOC はロンドンオリンピック開会,会式の騎手に吉田を選出した。吉田は、騎手は熱望していた。金メダルを取れないというジンクスを打ち破ると述べ、 8月10日に行われた5 5ラム競技では予選、準決勝と勝ち上がり、決勝戦ではカナダのトーニャバービークと対戦。2から0で金メダルを獲得し、3大会連続五輪金メダルを達成、公約通りジンクスを打ち破った。なお、ロンドンオリンピックでは閉会式でも騎士を務めた。2012年9月の世界選手権において男女通じて、 史上最多となる世界選手権10連覇及び、世界大会13大会連続優勝を達成し、カレリンの記録を更新した。この頃から、カレリンの異名、霊長類最強の男にちなんで、霊長類最強女子と国内のマスコミ等で、呼称されるようになる。中国の SNS やメディアで、アイアンレデ,ディ、レスリングの女帝と呼ばれることもある。また、 13大会連続世界一を達成したことを受け、ギネス世界記録に認定された。さらに、この功績を称え2012年11月7日に日本政府より国民栄誉賞を授与された。2013年の世界選手権では、全試合を通して相手に全くポイントを与えない完全勝利で優勝、世界大会14連覇を達成した。 新たに 53kg 級で挑んだ2014年の世界選手権では前年に続いて決勝でスウェーデンのソフィア・マットソンを6から0で破り世界大会15連覇を成し遂げた2015年の世界選手権では決勝で3年連続でマットソンと対戦ポイントを選手されタックルも封じ込められるがその後逆転して2から1で勝利を収め世界大会16連覇 個人戦200連勝を達成した。吉田は試合後負けるかと思った。不安で仕方がなかったと敗戦の恐怖を口にし、マットソンもほとんど差がなかったと打倒吉田への手応えを口にした。同年12月の全日本選手権では5 5ラム級で優勝し、リオデジャネイロオリンピック代表を決めた。しかし、その後は英和人ヘッドコーチに試合出場を促されながらも、 吉田は堅くなに拒否し、練習を積むことに専念。過去最長である8ヶ月の実践なしの空白期間を経て、オリンピックに挑むことになった。また、同年12月末にアルサックを退社してフリーになったことにより、オリンピックを控えながら、テレビ番組やイベントの出演が重なった。亡き父、吉田栄勝と約束した、オリンピック4連覇を目指して挑んだ。 リオデジャネイロオリンピックの決勝戦では、準決勝で吉田の最大のライバルになると目されていた、マットソンをフォール勝ちで抑えてきたアメリカのヘレン・マルーリスと対戦。第1ピリオドで吉田が1ポイント選手するも、第2ピリオドで4ポイントを奪われ、逆転負け。世界大会の連覇記録は16連覇。個人戦は206連勝でストップし、15年間守り続けた。 世界女王の座から陥落した。吉田は、たくさんの人に応援してもらったのに、銀メダルで終わってしまって申し訳ない。日本選手の首相として、金メダルを取らないといけないところだったのに、ごめんなさい。取り返しのつかないことになってしまったと号泣し、お父さん、私を、ここまで育ててくれてありがとうっていうことを伝えたいです。と亡き父に、感謝の言葉を送った。なお、 日本選手団首相は過去後大会メダル獲得を逃しており、吉田は銀メダル獲得で、首相は表彰台に立てないというジンクスは破ったものの、金メダルを獲得できないというジンクスは破ることができなかった。帰国後、吉田は現役引退を否定し、2020年東京オリンピック出場を最大目標に現役続行することを表明。同年9月26日には、 日本レスリング協会理事会において、吉田のレスリング日本女子代表コーチ就任が承認された。2016年11月1日、母校であるイタリ学館大学の副学長に就任。11月24日、日本代表の合宿にコーチとしてデビューをした。2019年1月8日、現役引退を本人自身のツイッターで発表した。 2019年4月5日より日本テレビ系の平日朝情報番組 ZIP 金曜日メインパーソナリティに就任。肩書は自ら発案した霊長類最強パーソナリティ。新型コロナウイルスの感染拡大の中、吉田は定期的に PCR 検査を実施。2020年12月28日、31日、2021年1月4日の 検査では陰性だったが、1月7日の検査で陽性が判明した。無症状で平熱だったので、聞いた時はびっくりした。その後熱は1週間くらい続いたという。順調に回復し、1月29日、ZIP に復帰した。4月7日、聖火リレーの知識館の第一走者を務め、自身の名を冠したサオリーナから出走した。なお、第二走者は、吉田の母で、 親子で聖火ランナーの役目を果たした。2001年の全日本女子選手権 56kg 級準決勝で山本聖子に判定で負けて以来公式戦119連勝を記録。また1996年より国際大会における27大会連続優勝も記録した。しかし2008年1月19日に中国、 タインで開催された女子ワールドカップ団体戦において、マルシー・バンドゥ戦に判定で敗れて、連勝記録が止まり、また、国際大会における初黒星を記録した。その後は再び連勝を続けて58まで継続したが、2012年5月27日に東京で開催された女子ワールドカップ団体戦決勝で、ロシアのワレリア・ジョロボワに2から1の逆転負け。 2016年8月18日のリオデジャネイロオリンピックの決勝では15年ぶりに個人戦での敗北を喫し、個人戦連勝記録は206でストップ。この時勝利したアメリカのヘレン・マルーリスは15年前に吉田が敗北した山本の元教え子であった。世界大会の優勝記録では2012年の世界選手権で男女通じて、 史上最多の13大会連続の優勝をし、それまでカレリンが保持していた12連覇の最多記録を破る。以降世界大会での連勝記録は、前述のリオデジャネイロオリンピックまでで16大会連続優勝を成し遂げた。大会単体で分類すると、世界選手権のみの優勝記録は13連覇で継続中。ゴリンのにおいては2012年のロンドン大会まで3。 連覇を達成したが、4連覇には手が届かなかった。なお、2016年のリオにて、女子レスリングの位置をかおるが、オリンピック個人種目で女子選手初史上6人目となる4連覇を成し遂げている。1982年10月5日、三重県津市に3人兄弟の末っ子として生まれる。父親は、元レスリング選手の吉田栄勝、母、幸代は、 テニスの元国体選手、兄二人もレスリング経験者で特に時計は国際大会出場経験もある。一市町立一市中学校、三重県立被災高等学校、中京女子大学卒業、総合警備保障所属、卒業後も中京女子大学を練習拠点としている。鳩子に漫画家の長ガワマリモがいる。高校時代に、 同じ人に6回告白して6回振られた同級生の男性がいることを本人がテレビ等で語っている2016年には総合警備保障を退社してフリーになった。マネジメントについてはタグインターナショナルと契約を結んだ。第29回小学館ダイムトレンド大賞では話題の人物賞オーコンスタイルクイーンアワード2016好きなスポーツ選手1位を受賞。 2017年からは、同年設立のアスリートマネージメント事業会社の USW 東京株式会社に所属。2003年世界選手権 55kg 級決勝2008年12月、全日本選手権終了時点での通算成績は254勝13敗。ありがとうございます。